天理大学附属天理図書館は10月20日より開館91周年記念展書物の歴史和漢書の形を見るを天理参考館を会場に開催しています。今回の展覧会では主に日本の書物に焦点を当てており、形や大きさ、製版や印刷の方法がどのように変遷したかをたどることができます。また天理図書館が所蔵する重要文化財藤原定家自筆の明月記やキリシタン版ギアドペカドルをはじめ、貴重な資料が数多く出展されています。なお、この記念展は11月15日まで開催される予定です。